2レース、1着になりました福岡の岡田真選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。初手なんですけども、前からなりましたけども、作戦はどういう作戦だったでしょうか。まあ、S 行って入れてもらえたら、まあ、S から先行を考えたし、まあ、後ろでもまあ先行しようって思ってました。次は、まあ、そのまま後ろから来たところを合わせた形でかけたと思うんですけど、ご自身の状態はそのまま押し切ったということで、調子はいいですか。まあ、3-3だし、まあ、自分は得意な先行が、まあ、やっぱりしやすいバンクだから、まあ、体の状態も良くて逃げ切れたかなと思います。児玉選手が来てて3番手で道場止まったと思うんですけども、そのあたりは見えてましたか。まあまあ、そこは見てたんですけど、最後の踏み直しはもう何も意識せずしっかり前だけ見て踏みました。まあ、ここに来る前に奈良の方で日野選手と日野未来選手と練習したってことですけど、まあ、それも生きてますかね。そうですね、3-3って、まあ、普段は練習する機会が全くないんですけど、まあ、今回クレームも使えないということで、まあ、お邪魔させてもらってよかったかなと思います。何かアドバイスはありましたか。まあ、アドバイスっていうか、もうしっかり前に先行して踏んでいけって言われました。でもそれ通り前に行けてよかったという感じですかね。はいはい。この後はなんかセッティングや、まあ、体の方を重点的にというのはありますでしょうか。まあ、セッティングはもう師匠にしかいじってもらわないんで、まあ、変えることはないんですけど、まあ、いつも通りしっかりケアして頑張りたいです。わかりました。では、この後に向けての意気込みをよろしくお願いします。残り2日間しっかり決勝乗れるように頑張ります。よろしくお願いします。